今回紹介するのは、中学・高校6年分の英語が10日間で身につく本という本です。この本は、英語の勉強、やり直したいけど、どこからどう始めればいいのかさっぱりわからない方に向けて長澤先生が伴走者となるべく書き下ろした一冊です。この本でゼロから英語を身につけるというのも不可能ではないと思いますが、この本だけで英語完璧とはまずならないでしょう。10日ってのも大天才でなければ無理。しかし、英語を始める最初の一冊として読んでおくと文法を学ぶ上で非常に楽になるかと思います。私がおすすめしたいのは大人になって英語が必要になり、文法を復習したいという人です。久しぶりに英語の文法本を読みましたが、ああ、そうだそうだ。こんな法則があったよね。え？こんなルールあったの？といったことが非常に多いです。英語の文法を復習するという目的なら10日でざっと身につけることができるかもしれません。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。